音楽でデビューをやらせ、させていただいて、お願いします。はい、こちらお願いします。ちょっと体振りもください。はい、ナイス。桜田さん、本日のコーディネートのポイントを教えてください。はい、一見シンプルに見えるんですけど、DG ジャガードと言われるこのロゴが入っているんですよ。で、これがまあ同じ色なのでモノトーンでシンプルに見えるんですけど、結構光が当たると輝くような仕様になっているので、今日はこうやって皆さんにお写真も撮っていただけるのかなと思ったので、結構フラッシュとかではよくこのポイントが映るのかなと思って、今日はこれを着てきました。どんな日に着てみたいですか、他に。そうですね、でもやっぱこういうちょっと華やかな日だったりパーティーだったり、すごく特別な日とかに着たいですね。もう年のせいで2023年もわずかですけれども、はい、今年で一番印象に残っていることってありますか。印象に残っていることは、僕は今年初めて音楽でデビューをやらせさせていただいて、役者業と並行して音楽業も結構気合を入れてやっていこうと思っている1年だったので、非常にこの初めての経験みたいなものはすごく印象に残ってます。まだあと1ヶ月ありますけれども、はい、やっておきたいとかやり残していることありますか。やり残していることは、ドラマの共演者の仲良くなった男の子たちと遊園地に行ったんですけど、その中の仲いいメンバーの一人の子がどうしても仕事で都合が合わなくて来れなかったので、その子も一緒にまたみんなで会いたいなと思ってます。年内行けますかね。行きたいなっていう連絡もちょうどさっき取ってました。ぜひ行けると。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。